はい、はい、それでは、ドライバー編に続き、はい、今度はアイアン編をアイアンいきたいと思います。はい、ずらっと、はい、ずらっとすごいいっぱいある。一個ずつじゃあ店長あの説明、はい、タイトリストの、はい、左から。そうですね、こちらが一番左がタイトリストのマッスルバッグ、はい、おニューマッスルバッグですね、はい、で次が、タイトリストのおニューのシビキャビティですね。キャビティ、はい、Tシリーズ、はい、 T シリーズ、前の AP2 に当たるのが今回 T100、 これが T100 ですね。100、そうですね、はい、はい、次で T200 っていうのが前の、AP3 です、はい、そうですね、 AP3 ですね、はい、はい、T300 というのが前の AP1 のシリーズ、一番大きいシリーズ、これですね、優しい感じですね。その次に、キャロウェイの X フォージドスター、これが軟鉄でちょっと飛び系の軟鉄ですね、まあ、自分は結構感触もいいなと思ってますけども。で、テーラーメイドの P790、 これあの前も790あったんですけれども、全部構造も少し変えてですね、リニューアルしてるようなモデルが今回の P790 ですね。でこの後に出てくるのがエッグホージドアイアン、これもホージドで飛び系の飛び系のホージドですね、かなり飛びます。でそれと同様飛ぶのがエピックホージドスター、これやばいって聞きますね。これはあのそうですね、やばいやばいって聞きます、やばいやつっていう、はい、やばいやつだ。感触と距離を打ち比べていただければなと思います。はい、わかりました。はい、最初からマッスル、だんだん優しくしていきます。僕が絶対打てないと思ってるマッスルバック。え、初マッスルですか？いや、何回か何度かしてるんですけど。はいはい。わかんないですよね、そのマッスルバックの打感の当たってる時の打感が。ああ、なるほど。ずっとタイトしか使ってないです。タイトはもっとヘッドちっちゃいですからね、マッスルなので。難易度5、一番難しいのが難易度、タイトリストのこの難易度5、ペラペラのペラペラだな。うまくいきます。これはすごいかっこいいビジュアルはいいですね、ビジュアルは。私は僕は7枚150ヤードぐらい。そうですね、あ、これはいい感じ、これはいい感じですね。これが正解なのかわかんないです。これはでも今正解ですよ。そうなんですけど、打感が正解かっていう。おお、飛んでるな、おい。これ難易度5ですよ。今ちょっと捕まえたんですよ。これいいっすね。あ、これはちょっと薄い、うん、これでも多分普通にいい球なんですね。いい球ですね。おお、でもいいですね。いいっすね、いいっすね。148。マッスルバック好きのショットってなんでマッスルバック好きなんですか？まあそうですね、まあビジュアルもあるし、はい、僕もマッスルバック使って、はい、マッスルバックじゃないですか、みんな、はい、あれは何か距離を抑えたいんですか？やっぱり飛んじゃうんですよね、普通に。そうなんだ、壊しちゃいけないっていうことです、ね、そうですね、言ってみたいですあと縦の距離感とか、 あとはラフ入っても抜けやすいっていうのがマッスルバックだと思うんですよね。あと意外と操作性ありますからね、マッスルバックは。そうですね、あんまりないと思います、はい、僕の中で100点です。おお、167、いいじゃないですか。グレーのはもっとペラペラ、こっちの方がペラペラ、こっちの方がペラペラ、こっちの方が。どうです、打感好き好き、なんだろう、これはいいですね。やっぱ飛ぶな。いや、これ好き、スコ、うん、
スコーな感じで、うん、なんていうのかな、これでも僕いつもこういう感じ、ちょっと薄めで、いやいい球だ、これいいですね。てことはですよ、どんどん飛んでいくってことですよね、これそうですよね、どんどん飛距離伸びていくってことですよね。80ヤードと、はい、結果で、いや感想はもう僕の感想は、はい、こんな難しいアイアンを使う必要はないなって感じです。あ、僕も思ってます僕もなんか優しいのを今求めてます。うん、伝わりますもん、ペラペラこれ、これこれやばいですよね、この薄い感じ、これはやばい、本当にプロだね、これは使うやつですね、これは。グレープロですか。ああ、そうか。そうだ、うん、僕はいつも使ってる感じの打感に似てるんで、うん、しっくりやってます。僕も嫌いじゃないですよ、うん、だけど、だけど難しいね。はい、じゃあ次いきます、はい、ちょっと優しくなります。これが、CB、 CBなんか親父はだんだん優しくなる優しくなりますよ、開くんですね、うん、振った感じどうですか。あんまり変わんないです。変わんないまだ変わんない、まあ、まだあんまり変わんないです。十分ペラペラですから、ペラペラで、ね、十分薄いっすネットの中では難易度5ですね。お、当たり厚い、これはこれはいい、65半ぐらい飛ぶんだよ、いいっすね。おー、いいっすね。さっきね、ダイヤがめっちゃ欲しいんですよ。調子いいんすか。そのおかげで、ハーフ37。あれ、おめでとうございます。そのおかげ、あれ、すごい、どうやらクソしよう。おー、いいですね。振ってる感触いいですね。完璧です。完璧ですね。完璧です。おー、168。ちょっと完璧に、そうか、アイアン上手ですね。アイアン上手ですよ。アイアン上手ですね。綺麗なフェルトでこれいいですね。ちょい髪、そうちょい髪だけど、まっすぐかな、ちょっとプルフックっぽいかな。168でもいい感じですね。めっちゃこれで練習してたら、使ってるの、今使ってるやつやったらすごい簡単に覚えちゃいます練習用はマッスルばっかりやった方がいいかもしれない。あー、集中してね。どうですかそれ。いいと思いますよ。ですよね。うん、でもなんかいいですよ。おー、いいフェード、うん、163、ね、おー、いいですね。おー、感触は結構好印象じゃないですか。全然嫌いじゃないです。おーおー、楽しみなんですよ、ここまで来たらどうなるか。これからダメ。この2本に関してはもうペラペラなんですよね。ちょっとじゃあプレーを打ってください。やっぱり優しくなったっていうのが分かる。そうですね。ケースがちょっと大きくなった、うんうん、この安心感、うん、高いですね。高いですね。いい感じですね。いやー、やっぱり飛んじゃったな。いや、飛ぶな。Oh.
てなんか球筋が分かる。そうですね。そうそう、音で分かったよ。でもいいと思います。いやめちゃめちゃいい。これは高さで止めれます。うん、これはうんいいと思います。本当にギアに詳しくならないとこんなにタイトリストで今新しいのでこんなに種類があるか分かんないじゃないですか。確かに分かんないですね。でなんか見た目で選んじゃって、はいはいはい、間違っても素人がこんなマッスルバックとか買っちゃって、はいはいはい、ゴルフ難しいっつってやめちゃうんですよ。やめちゃう。最初やる人はこの辺行かないとダメです。ほんとほんと1、2、3、4、ここでいいんですよ最初は、うんうん、まあこのまま打つんですけど、こう時計ついてるやつ。そう、時計がついてる、はい、じゃあ3問目、3問目レベル3。おー飛んでる。本当にどんどん飛んでくるんだ。